佐渡空港は新潟県佐渡市にある地方管理空港である佐渡空港付近の空中写真国土交通省国土画像情報をもとに作成1976年撮影の6枚を合成作成滑走路距離が短いために離着陸できる機材が限られていることから新潟県ではリージョナルジェットやボーイング737級が 離着陸可能な2000メートル滑走路を備えた拡張整備事業を進めている。新滑走路は、原滑走路の東をかすめる形で、おおむね南西から北東方面に向かって設置される計画となっている。佐渡空港関連画像2011年2月15日に、新潟県、佐渡市、鹿児島県の新日本航空の3社による合意があり、2011年7月29日から、 新日本航空による新潟空港とを結ぶ空路が1日4往復で再開した。ただし、再開初日は悪天候のため、すべての便が欠航した。その後、2014年3月31日から体制整備を理由に無期限で運休に入った。佐渡空港の総面積は147,980平方メートル。滑走路は長さは890メートルで、 幅は25メートル。佐渡新航空路開設促進協議会。佐渡新航空路開設促進協議会。新日本航空。新潟佐渡線を無期限で。運休体制整備のためと。で、C2014 年3月29日付。佐渡空港拡張整備計画佐渡空港。拡張整備計画佐渡新航空路。開設促進協議会佐渡。新潟空路。 7月再開で、合位県庁で、覚書き締結式新潟日本ネットパークに2011年2月15日、佐渡への空路7月に再開新潟県などが、財政支援アーカイブド2011年2月16日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、MSN3K ニュース2011年2月15日、佐渡、新潟便。 7月にも、再開新日本航空ダッシュ ASAHI.com2011 年1月21日、佐渡、新潟空路、1日4往復で再開7月から、大筋合意、新潟毎日 JP2011 年2月11日、佐渡新潟先週交尾決定のお知らせ新潟県2011年7月14日、佐渡新潟空路、再開祝賀セレモニー初日は結構。 新潟毎日新聞2011年7月30日、AB、新潟県ホーム交通、運輸佐渡空港。新潟県公式ページ ht。http://www.pref.niigata.lg.jp:/sato.cb。 1>, 1兆2040億4524万 5988HTML。ありがとうございます。